さあ、いよいよ決勝戦です。これに勝てば優勝ですね。驚きだよ。こんなハレンチな大会なのに、お堅いお前たちが決勝まで勝ち進むとはね。実は隠れハレンチだったというわけか。ついに正体を現したな。バカね、イム。その言い方だと両備たちまでハレンチになっちゃうじゃない。ハレンチだけどね、リョーナちゃんたちは。あんたと一緒にするな、このバカ犬。決戦の相手はヘビジョですか。これはますます負けられませんね。いいや、勝負は始まる前にすでについている。見よ、この雅の完璧なボディを。これを前にしても勝負をする気になるかい。相変わらず雅バカなのだな。なんだと村雲、雅をバカって言ったら僕が許さないぞ。クレイジー。すまんな、お前たち。イムは決勝を前に興奮しすぎてしまっているようだ。はい。だが覚悟しておけ。優勝するのは私たちだ。何だったんだろう今の。みのりちん、しきちゃんは優勝したらどうするか決めちゃうんだよね。海外の忍び学校に行くか、決戦に残るか。そうだね、優勝できたら決められると思う。じゃあみのりも覚悟するね。しきちゃんがどんな決断しても泣かない。約束するよ。我慢できるかな。できるもん。みのりだって優勝して強くなるんだもん。そうだな、我らも強くならねばな。四季よ、我は面を外した状態でお前の決意を受け止めよう。いいよムラッチ、そんな無理しなくて。シキ、あなたがどんな決断をしてもわしたちは必ずあなたを応援します。決戦に残るのならば、また違う方法でシキが夢を叶えられる道を一緒に探します。海外の忍び学校に行くと決めたのなら、荷造りを手伝ってあげますよ。シキはよく忘れ物をしますからね。わしがチェックしないと安心できません。それすごく助かっちゃうな。ありがとね、夜桜ちん。皆さん、そろそろ始まるようです。準備はできていますか。おう。では行きましょう。よし、真っ向勝負じゃ。レッツクラッシュ。5、4、3、2、1、TPS。 勝って優勝しますよ皆さん。いいや、優勝するのは僕たちの方だ。そして祝勝会で海やびと楽しいひととき。ダメ、今回だけは祈りたちを負けられないの。しきちゃんのためにも。なみなみならぬ覚悟がにじみ出ている。これは面白い戦いになりそうだ。わしたち決戦女学館の力、思い知っていただきますよ。頼むよ。仲間じゃの。
今は攻め時。私たちの優勝です。皆さん、やりましたね。うんうん、やっぱり私たちは最強のチームだよ。試合をしている最中もずっと感じてたもん。こんな信頼し合える仲間はさ、世界中のどこを探してもいないんだろうなって。四季さん、 P1 グランプリの間、私ずっと楽しかった。ずっとずっと楽しかった。こんなに楽しい時間を過ごしてたら、みんなと離れるなんてできっこないよ。でも私には夢がある。世界で活躍するスーパー忍者になるっていう夢が。だから私は四季ちゃんの決断やいかに。続きは CM の後で。ドンメセッツ。ミスター K さん、さすがに怒りますよ。そうですね、絶秘伝忍法を叩き込みましょう。私だって君たちの邪魔はしたくない。だけど運営からの指示で仕方がなかったのさ。どういうことなのですか。私塾月仙女学館のみんな、優勝おめでとう。だが君たちにはもう一戦戦ってもらう。相手はこの私と。このミスあるよ。私は別に戦ってもいいかな。みんなとの思い出がもう一つ作れるしさ。確かにそうですね。ならばお相手いたしましょう。ミスター K、 あなた方と戦うのは了承しました。しかしその前にお聞きしたいことがあります。君のことは何でも分かってるさ。 PBS の真の目的についてだね。この知りたがりちゃんめ。優勝したら教えてくれるとの約束でした。聞かせてもらえますよね。 OKOK、 それじゃあちゃちゃっと説明しよう。忍びの素質ある者が水着姿でびっちょびっちょ、水鉄砲を片手にぐっちょぐちょ。そんなびちょぐちょっ子たちが戦えば、この地に集まる忍びのエネルギー、それが PBS の真の目的なのよね。忍びのエネルギーを集めるのが目的。なぜそんなことが必要なのですか。真の復活を遅らせるため。少なくとも私はそう聞いている。そんな大事なことはこんなふざけた大会でやっていたのですか。だってせっかくなら楽しい方がいいじゃない。君たち普段は過酷な修行してるんだから。思い出作りって大切でしょ。私たち二人からあなたたちへのラブ&ピースの気持ちよ。受け取ってちょうだいね。楽しい思い出にはなったよね。でも残念ながら忍びのエネルギーが超ち足りないのさ。だから君たちと私たちが戦うってわけ。そういう理由があるのならば、こちらも真剣に戦わなくてはならないな。そうそう、本気でかかってきなよ。私たちも超本気でやっちゃうからさ。だってこれは私とミスター K の素敵な思い出にもなるんだから。では早速参りましょうかね、四季さん。うん、
やろうやろう。私たち決戦の力をとくとご覧あれ。行くぜジェット系。行くわよジェットアール。それでは参りましょう。正体は言うまでもなく分かっていると思いますが。もちろん分かってるって。油断できないよね。せっかくここまで来たんだから絶対優勝だよね。ああ、帰ったら優勝パーティーだ。ええ、パーティーの料理はわしが腕を振るいます。楽しみ。おっと、これは痛い。お友達は大丈夫かい？でしょ？味方がやられたみたいね。正義を執行しましょう。
くったよ。味方がやられたみたいだな。でしょ。勝利しました。これが決戦の力です。正義の名の下、どうやら忍びのエネルギーも十分この地に集まったようだな。ええ、これでこの世界は救われたはず。お二人の目的は何だったのですか？ユーたちには感謝している。だから島を出るときに全てを話そう。それではあとは君たちの時間だ。邪魔者はこれで去るとしよう。あなたたちは本当にいいチームね。たとえこの先別れることがあったとしても、その絆が消えることはないわ。うん、そうだよ。私たちの絆は距離や時間でなくなるものじゃないって。ええ、
そうですね。それじゃあ、しきちゃんは？ちょっと、待て。はい、どうぞ。決めた。私、海外に行く。行ってくるよ。そうですか。四季の夢への第一歩ですね。でもね、私、自分の夢を叶えるためだけに海外に行くんじゃないよ。え？最後まで PBS をやってわかったんだ。ユミチン、夜桜チン、ムラッチ、ミノリチン、みんながすごく強くて素敵でキラキラしているから、私も忍びとして負けたくないって思ったの。だから行くんだよ、海外に。私の夢は世界のスーパー忍者になるだけじゃない、みんなと一緒に一人前の忍びになること。それはどこに行っても変わらないから。みのり、泣かないんじゃなかったのですか？泣いてないもん。みのりは、しきちゃんが決めたことを応援するよ。頑張れ、しきちゃん、頑張れ。ありがとね、みのりちん。でもね、今すぐ行くってわけじゃないよ。いろいろと準備も必要だしさ。っていうか、月仙の卒業後に行く可能性もあるし。卒業後でも、お別れはお別れだもん。海外じゃ遠くて、すぐに会えないじゃん。でも、応援するけど。明日から早速語学の勉強をしましょう。いつでも会いに行けるように。オッケー。というかさ、今すぐに行けない理由はまだみんなとやり残してることがあるからなんだよね。やり残していること？決まってるでしょ、優勝パーティーまだやってないじゃん。そうでしたね。だからさ、帰ろうよ、私たちの決戦に。それでド派手なパーティータイムと行こうよ。うん、そうですね。デカ盛りはわしに任せてください。それではみんなで思い切り楽しみましょう。